はい、こんにちは。トランジット田中と申します。ちょっとトランジットって、見慣れない言葉、言葉自体は見慣れないこともないかもしれないですけど、今までの、しっかりした所属の先生方と違って、私自身は、どこにも所属しないフリーの、ソフトウェアエンジニアになります。ですから、トランジットって、特に、そういう、会社も作ってないんで、そういう会社があったり、そういう大学があったりするわけじゃなくて、ただの屋号で、桔梗屋とか越後屋とか、そんな感じのものです。で、私自身は、最初からフリーでやってたわけじゃなくて、以前は、島津製作所とかエーザイとかいったところにおりまして、で、そこにいた時から、マスプラスプラスってソフト作ってたんで、今回はそのマスプラスプラスについての、ご紹介をさせていただきたいと思います。で、発表の内容は、こんな感じで、で、まずマスプラスプラスってどんなソフトかっていうと、そうですね、今世の中にはバージョン2まで、バージョン1とバージョン2が出てまして、で、こんな感じで質量分析のデータを、波形を表示したり、あとヒートマップで表示したり、あとは 3D で表示したり、あとはちょっと、そうですね、早川先生の、ちょっとマトリックスみたいなお話が出てきたんですだと思うんですけど、そういったことが出てきたりとか、そういったことができるソフトです。で、マスプラスプラスの特徴として、どういったものがあるかというと、まず一番最初、特徴的なのがプラグイン構造ですね。プラグイン構造って、どういったものかっていうと、そうですね、パソコンの USB、ちょっと思い浮かべていただくとイメージしやすいかと思うんですけど、こういうパソコンみたいな機械って、そもそも何か新しいものを取り付け、新しい装置を取り付けようとすれば、本来でしたら、その内部から配線を伸ばしてそこからくっつけないといけないんですね。ただ、USB ってこういう仕組みがあることによって、マウスだとかの、そうですね、スキャナーとかプリンターとかデジカメとか、いろんなものをつなぐことができる。そんな感じで、便利な USB があるかと思うんですけど、ソフトウェアも本来ですと、何かソフトウェアに何か機能を付け加えるってなると、内部をいじってからそこに追加するような処理を加えなくちゃいけないんですけど、ただ、このプラグイン構造にすることによって、内部をいじることなしに、こういう感じでこういう構造で作ってねって、そういうのを決めといて、それの通り作れば、マスプラスプラスの方からこういった外部で作った機能を呼び出してくれると、そういった機能になっております。で、あとは、マルチベンダー対応、もともとそうですね、マスプラスプラスを作ろうとしたのが、いろんな、そうですね、質量分析のデータって、そのベンダーごとに、データが異なって、ソフトも異なってるんで、だから、言ってしまえば、データが異なれば、できることも異なるっていうような感じだったんですけど、それは、同じ、いろんなベンダーの同じソフトで扱えるようにしていこうと。あとはそうですね、プロテオームとかメタボロームの機能、解析機能を作っていったり、あとは、ビューワーに結構こだわりましたね。で、最終的には、独自ファイルフォーマットですね、ちょっと高速化に特化したちょっと独自フォーマットを作って、それで、パフォーマンスを上げたりとかしていました。で、マスプラスプラスの歴史なんですけど、まず一番最初、2006年ですね。2006年に、エーザイの小田先生ところですね。小田先生ところで、クレストプロジェクトとして始まりました。で、私はそこから、ちょっとエーザイ行ってやってて。で、そうですね。で、このクレストプロジェクトも4年で終わったんで、その終了したのと同時に、今度、島津製作所の田中浩一さんのところですね、田中浩一さんの、ファーストプロジェクトのところに移って、で、マスプラスプラスの、開発プロジェクトと一緒に私もここに移りました。で、エーザイの時に、リリースしたのがバージョン1ですね。で、島津製作所ではバージョン2で、最終的にはバージョン2.7.4まで出ました。で、そのファーストプロジェクトも終了したんですけど、その終了と同時に、島津製作所もですね、マスプラスプラスの開発を手放しまして、で、オープンソースソフトウェアとして公開することになったんですね。で、基本的にはほぼ、ほとんどのプラグイン、ほとんどの機能はリリースされてたんですけど、ただ、特許に関わる部分と、他の、会社ですね、サーモさんだとか、ウォーターズさんだとか、ウォーターズさんとか、エビサエクスさんとかですね、他の、データ読み込みに関わる部分とか、こういったものはちょっと、公開しなかったんですね。で、そういったものを省いて、オープンソースソフトウェアとしてリリースされました。で、それと同時に、もう、そうですね、マスプラスプラスって、どこの、
なんか組織もこうタッチしないような感じになったんで、でそれで有志で集まってマスプラスプラスユーザー会っていうのを作って、それで今後もマスプラスプラスを拡張だとか、あとメンテナンスしていこうということになりました。それからマスプラスプラスの、バージョン3ですね、バージョン3をリリースしようと思ったんですけど、これは流れました。で、今マスプラスプラスの、バージョン3流れたのはもう諦めて、今バージョン4をリリースしようとしているところですね。開発開始しようとしているところです。で、今開発してる、今開発してるマスプラスプラスのバージョン4ですね。で、今どんな感じで開発を進めていこうとしてるかっていうと、開発方針がこんな感じですね。で、マスプラスプラスのバージョン1、2っていうのは、ずっと2006年から開発始めてたソースコード、そのままずっと使ってたんですね。一番最初、ビジュアルスタジオの、そうですね、ビジュアルスタジオの2006から始まって、で島津に行った時に2010になったんですけど、その開発環境、ビジュアルスタジオの2010っていうのがもう配布されてないんですね。ですから今開発環境を構築しようと思っても、そのもともとそれでやってた開発環境っていうのが今手に入らない状況なんで、でこれで今新しいビジュアルスタジオですね、に対応してもまた数年後同じことが起こるだろうということで、もうゼロから開発を始めようと。で、今度は Java っていう言語を使うことにしました。で、今度そうですね。で、今までマスプラスプラスって良くも悪くもいろんなことができるソフトだったんですけど、ただそれだとあれですね、今そのマスプラスプラスってどこからもお金が出てなくて、ユーザー会でみんなボランティアでそうですね、その空き時間ですね、なんか空いた時間を使ってやってるんで、マンパワーがとにかく足りないんですね。ですから、いろんなことができるっていうのは無理なんで、だから何でもできるソフトじゃなくて、もう何かができるソフトにしようと。で、そこでビューワーですね、マスプラスプラスって、そうですね、エーザー島津にいた時から結構ビューワーが使っていただいてたんで、3D 表示とか、特にヒートマップとかですね。なんで、そのビューワーに特化して開発を進めていこうと。で、ビューワーですね、軽量で、ユーザーフレンドリーなものを作っていこうと。で、あとはそうですね、で、その分、その開発機能、解析機能ですね、解析機能っていうのはちょっとあんまり手が回らなくなったんで、それはもう他のツールと連携していこうと。今、幸いにしていろんな、結構、なんか、そうですね、高機能なソフトが、フリーでもいろいろ出てるんで、そういったものをあと競争していくんじゃなくて、そういったものを利用していこうというふうに考えています。で、あともうドキュメントは極力書かない、作らない、これ最低限のものは作らないといけないと思うんですけど、ただやっぱりマッパー当たんないし、面倒くさいし、あんまり書きたくないっていうのもあって、で、イメージしてるのは iPhone ですね。昔、iPhone、携帯電話、携帯電話とか、いろんな電子手帳とか、こういう新たな機械買ってきた時って、分厚い説明書がついてきたのが、昔は普通だったと思うんですけど、iPhone は買った時に説明書はついてないんですね。で、iPhone はその説明書がなくても、分かりやすい操作をこう意識して作ってるんで、だからその説明書に頼るんじゃなくて、説明書頼らずに、説明書に頼らなくても操作できるような、そういうユーザーフレンドリーなものをちょっと目指しています。で、今、開発中なんですけど、そうですね、今これ実際、マスプラスプラスバージョン4ですね、Java で作った、新しく作った画面、機能ですね。で、まだリリースはされてないんですけど、ただソースコード自体はもう上がってます。こういった機能自体はできてて、で、ソースコードも GitHub ってところに上がってますね。こんな感じで波形表示したり、あとはこういうミラービューで比較したりとか、で、あとはそうですね、ピークにこうアノテーションなんか情報を付け加えたりとか、こういった機能ができてきています。で、今後の予定なんですけど、今後、どういった機能を作ろうかっていうと、プロテウィザードの連携ですね。で、今、そうですね、マスプラスプラスって、今上がってるものって、そもそも想定してたのが MGML ですね。津川先生と早川先生がちょっとおっしゃってたと思うんですけど、その共通項目ってMGML だけを想定してたんですけど、ただですね、結構、
ベンダーのデータ読みたいっていう要望が、6月にちょっと SNS でちょっと発表したりとかしたんですけど、ベンダーのデータ読みたい、読み込めないのかっていうのが結構言われてですね、だからマスプラスプラス自体は MGMD にしか対応してないんだけど、ただ裏側でプロテウィザードですね、これで、プロテウィザードがベンダーのデータ MGMD に変換できるんで、それを裏側で回して、あたかも、表上はベンダーのデータをそのまま読み込めるような形にしていこうと、そういったことを考えています。で、あと、SNS でやっぱりいろいろ言われたのが、3次元表示もできるのかっていったことなんで、3次元表示はちょっとまだできてないんですけど、これは前のバージョンにもあったんで、それは付け加えていきたいと思います。で、そうですね。で、マスプラスプラスがオープンソース化されたときに、発足したユーザー会ですね。で、今こんな感じで、ホームページですね。nspp.ninja ってところでホームページが立ち上がっています。で、ユーザー会って言っても、これ、会員29名って言ってるんですけど、ただのメーリングリストですね。これ、登録しといたら、なんかマスプラスプラスな新しい情報とかが、入ってきたりとか、で、たまにこういったハッカソンの情報も入ってきたりとか、します。よかったら登録してきてくださいですね。で、最後、マスプラスプラスバージョン4なんですけど、開発環境ですね。Java の8と、これ GUI ですね。GUI の、フレームワーク、JavaFX っていうのと、あと Spring フレームワークっていうのを使っています。で、ソースコードはここに上がっていますね。で、開発メンバーなんですけど、全員そうですね、ボランティアです。なんで、みんな空き時間にこうやってるような感じですね。で、この前ちょっと和倉温泉ですね、和倉温泉にちょっとハッカソンみたいなこと、マスプラスハッカソンみたいなことやって、ちょっと開発を進めたりとかしました。で、一生懸命ちょっと作業してる写真があればよかったんですけど、ちょっと一生懸命作業してたから、その作業中の写真がなかったんで、こういった写真でちょっと お茶を利用してますけど。で、これらのメンバー、みんないますんで、今回のハッカソン。なんで、そうですね、これで、ちょっと、そうですね、みんながこう、どっからもお金出てない状態でやってるんで、こういったことに興味があったら、ぜひお声、このハッカソン中にお声がけいただければと思います。以上です。ありがとうございました。